小学院は、岩手県岩手郡岩手町にある、天台宗の寺院。三号は、北上山。詳しくは、北上山新通法寺小学院と称する。通称は、御堂観音。事伝によれば、大道2年、坂の上の田村マロが、流木11面観音を自ら刻んで安置して、早々したと言われ、また八幡太郎義家が、前九年の役の際にこの地に、 仏道を建立し、観音を安置したと伝えられている。この地が北上川の源にあたり、清水が湧き出しているところから、古く人々が清水を守る神々を祭り、そこに仏道が建立されて、観音像が安置されたものと思われ、起源は相当古いものと考えられる。平安時代に江戸地の開拓に際して、天台宗の僧侶などが慕って開いたものと思われ、 平安時代にはすでに銅が建てられ、銅りが住んでいた模様である。法暦八年、この銅が消失すると、八幡太郎義家に、由緒のある銅ということで、時の藩主が復興を作事奉行に命じて行わしめた。しかし、その銅も昭和四十三年の来下により消失し、現在の銅は昭和四十五年に再建されたものである。本堂右奥に所在、北川の源として、 古くから知られている。天行五年、前九年の役の頃、源頼地源義家不死がこの地を平定するために軍勢を進めていたところ、飲料水がなく、兵馬が苦しみ始めた。そこで天に敗して、観音菩薩に念じながら、義家が持参の弓の湯はずで岩をついたところ、清水が湧き出て、兵馬が喉を潤すことができたと伝えられている。 その後、公平五年、吉家は、無事に、敵将、安倍貞党を撃つことができ、その帰りに、ここに銅を建立し、自分の頭髪の中に入れて戦ったという、小さな観音像をここに安置したと言われている。これが、御堂、観音の由来とされている。その際寄進したという陣中釜は、今も寺にあり。 本堂の千寿観音像は、南部氏がこの地を漁した際に守り本尊としてご自し、現在に及んでいる。泉は、北上川原泉地として、古来枯れることなく、北上川に注ぎ、人々から崇められてきたと言われている。欧州観音霊状の第32番札所。岩手県岩手郡岩手町大堂、大和ざみ道3の9。ありがとうございます。